プロジェクトマネージャー試験7つの突破口では、実践力が身につく秘伝の3つのステップから成り立っています。午後1記述編ではステップ1としてテクニック講義を行います。20年分の過去問を徹底的に分析し、回答に紐づく線の引き方など読解テクニックを徹底的に解説します。ステップ2では時短演習を行います。20年分の過去問を徹底分析したオリジナル問題集で、一問一答形式で短時間で設問に対する回答が導ける訓練を行います。ステップ3では実践演習を行います。ステップ2までに習得したテクニックをベースに、実際の過去問題を徹底解説します。実際の試験会場で時間内に IPA が求める回答にたどり着くまでの思考プロセスを中心とした解説を行います。午後に論文編では、ステップ1として骨子作成テクニック講義を行います。与えられたテーマに対して論旨を漏らさず A 判定のベースとなる骨子作成が短時間でできるテクニックを解説します。ステップ2では論文ネタ習得を行います。論文ネタの宝庫といわれる午後1の本文を20年分徹底分析し、分野別に習得します。ステップ3では実践演習を行います。2時間の試験時間内に実際の過去問題を徹底的に解説します。各設問を通して一貫性のあるハイレベルな論述ができるテクニックを解説します。